最近言葉が全く何やったかなって思ってしまう。それは老化現象では。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、ラクテーションサロンイメミの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は花のいっぱい咲いたタンポポ村に行ってみたいと思います。もう村の名前からしてね、花やけん。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。花がいっぱいって言っても多分私のメイン村より全然綺麗なんやろうな。ええ、お任せくださいな。では夢を取り寄せるためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでタンポポ村に出発。はい、タンポポ村に到着。お、夜や夜。夢の世界へようこそ。あなたは今、タンポポという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のタンポポの世界をご堪能遊ばせ。お、着替えは、これは、4通り?そういうわけじゃないんか。ランダムかな?から、でもここなんか2つある。前メロディーなワンピースと、今のアイドルな服。これはまあ、二つのうちのどっちかから選ぶってことか。じゃあ要は、五通りになるんかな。前メロディーセット、デニムジャケットと、紺色フォーマルパンツ。青アーガイル。ラメ入り。じゃあどっちかにしようかな。前メロディー行こうか、私。じゃあ前メロディーなワンピースで、あとここのセット。オッケー。手に持つものはここはないんやね。これは?ジョウロか。なるほど。じゃあちょっと着替えていきますか。あれでもこれノンウォッシュデニムやけん違うということか。じゃあやっぱりあれか。ランダムなのか。そういうことですね。白いストッキング履こうかな、じゃあ。白いストッキング履いて、スティックライト。ピンクのスティックライト。これでいこう。明るく明るく。白いストッキングに、ピンクのスティックライト。じゃーん。こんな感じで、イエーイ。いいね、いいね。いいね、いいね。お、そして、やっぱ、言っとった通り、花が多いっすね。おっと。一応この村の特産品は、サクランボらしいです。サクランボ。あ、もう広場のすぐ下が、あれなんやね。浜辺なんやね。最近、最近言葉が全く、何やったかなって思ってしまう。それは老化現象では。私はこういうね、道を敷いていくのを、めんどくさがってしまって、すぐに断念してしまうんだけれども。やっぱ、村中、こうやって、敷き詰めていった方がいいよね。あとこう、公園、そうなんよ。公園とかも作りたいなって思いつつ、全然作れてなくって。こういうところも、公共事業の周り、ちょっとこういう風に、地面を変えたらね、ちゃんと公園っぽい感じになるんかな。砂場とかも作りたいし。あ、夜に設定してるのはあれか。イルミネーションが見える件ってことかな。良きだね。良き良き。そしてこういう斜めの橋とかもいいなと私は思っている。どうも。マサル村長さん。夢パンチに遊びに来てね。来ました。これ何の服やっけ?かわいい。かわいい。どうも。サブレ、はじめまして。他の村から遊びに来てくれたの?ここはタンポポ村。ゆっくりたっぷり遊んでいってね、だよね。かわいい。あれやんね。ほんわかした感じの喋り方な子やね。喋り方は私が今、勝手にそういう感じで読んだだけやけど。はい、それじゃあ、お邪魔します。村長さん宅にお邪魔します。
ん、いいね。クリスマスや、クリスマス。あ、お花屋さんってことか。花がいっぱいのタンポポ村。ってことで、あれか。自分のところの村の、村に咲いてる花を販売しよるってことかな。ここに観光に訪れた人とかのためにみたいな感じ。いいね、いいね。やっぱクリスマスはテンションが上がるんだよね。ケーキが食べられますからね。なんか上がるんよね。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、壁もクリスマス仕様かな。お、奥ではちょっとなんか音楽は悲しげな感じやけど。でもきっとこう表で花屋さんを経営しよって、奥ではそのお花屋さん一家がクリスマスを楽しみよるという。クリスマスの日にも働かんといかんっていう感じなんかな、この悲しげな感じは。私もクリスマスの日は思いっきりバイトをしてました。でも最近なんかコンビニとかでさ、あの店売り用のホールケーキってなんか少なくなったよね。やっぱ売れんけんかな。いやでもなんか昔とか結構売れよった気がするけどね。ここ最近はもう完璧に予約された商品しかまず店に入らんかったりとかするけんね。コンビニ事情を語られましても。はい、それじゃあ2階へ。お、2階もなんかちょっと豪華な感じやね。そしてこれは一体どういう服装なんだろうか。あ、タンポポや、タンポポ。ちゃんと頭にタンポポつけとる。やっぱ村の名前通り。村で一番のおすすめはタンポポなんかな。タンポポ素朴でいいよね、なんか。昔、小学生の時とかタンポポの綿毛を帰り道に見つけては、めっちゃ拭いて帰りよったけど。でもそのおかげできっといろんなところにタンポポが咲き誇っているはず。風に乗って。はい、そして地下へ。お、地下はなんか、演奏室、楽器室。これは崇めているのかもしれん。なんかすごく音楽が大好きで、いろんな楽器をこう演奏しよる。そして、そんな音楽大好きな村長さん、トタケケを尊敬しているということで。そういうことでよろしいかしら。これ音楽演奏するとき用の服とかかな。5着飾ってある。まあ、別に楽器が5つってわけでは。あ、こっちにも服あるわ。いいね、いいね。私も楽器とか、何かしら楽器弾けるようになりたかったけど、未だに楽譜も読めない。無理だね。てかもうリコーダーの指の位置さえちょっと忘れてきたよ、私は。あ、でもリコーダー、ソプラノリコーダーならいけるかな。アルトリコーダーはもう完璧に忘れたけど。でも小学校ね、ずっとソプラノリコーダーでやってきて、いきなり高校でアルトリコーダーに変わられても困るんよね。指の位置全然違うやんってなったし。でもこの花屋さんには、あ、でもお花屋さん、頭にちゃんとタンポポを刺している。売ってはいないけど。売ってはいないけど、身にはつけてるのね。あれか、ちょっとタンポポ村、タンポポは神聖な扱いなんかな。そういうわけではないんかな。あれよね、村長さんは別にタンポポを身につけてはいない。なるほど。タンポポってさ、なんかちぎったら、茎の先から白い液体みたいなん出ることない？ちょっとなんかネバネバした感じの。あれなんなんやろって昔から思いよった。指についた後ちょっとなんか嫌な感じないよね。めっちゃ花だらけだな。でも私のメイン村も負けてないぐらい花はいっぱいある。うん。こんな感じで色別に分けられたりとかはしてないんやけど。全くしてない。色別どころか多分種類別にすら分けれてない気がするんよね。アユナの村はただ、咲き散らかっているという感じですね。
私もなんかもうちょっと綺麗に分けた方がいいんだろうか。あ、てかあれか、種類別に分けた方が増えやすいんやったっけ。なんかそんなのあったような気がする気がする。はい、ということで、あ、誰、君かわいい、ミミちゃんやっけ。ん、もしかしてよそから来たお客さん。ここは夢みたいに楽しい場所だよ。満喫してってね、マジで。かわいい、メロンの服着てる。うち、ウサギ系住人おったっけな。おらんかった気がする。昔、クリスチーヌがおったぐらいか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか熱盛になったら、あれなんかな、夢見みたいなのはあるんかな。どうなんやろ。その辺多分みんな気になってると思うよね。他の人の島とかを夢見的な感じで巡れるのか。